浜松市に本社を置く大手楽器メーカーのヤマハは、山浦執行役が新社長に就任すると発表しました。ヤマハによりますと、昨日の取締役会で山浦敦執行役が4月1日付で社長に就任することが決まりました。山浦新社長は1992年に入社し、音響技術開発部長などを歴任。2021年に執行役員となり、去年からは楽器音響営業本部副本部長と中国の関連会社の責任者を兼務していました。ヤマハの発展、さらには世界の音楽文化の発展のために全力を尽くす所存でございます。一方、11年間社長を務めた中田拓也社長は代表権のない会長に就く予定で、世代交代、成長に向けて蒔いた種を形にしてほしいと山浦新社長にエールを送りました。